よーし、やっていきましょう。ん？報酬受け取りましょう。はいはいはい。はいはいはい。今回は、まあいつも通り、サイド、メインとやってくるんですけど、まずはこちらですね。迷える羊の救済から。行ってみましょう。ここでいいのかな。今回は、動物保護のミッションなので、多分前回も使った、うん、まあ前回試したのが良かったですね。セカンダリーのこちらですね。ライオットサブマシンガンが必須になるような気がします。実は、前回諜報班が作られて、ハンドガンのサプレッサーついて、これすごい使いたいんですけど、まあまあまあ、これは次回ですかね。次回にお預けということにしたいと思います。じゃあ行ってみましょう。出撃。取れてるかな。さっき2分ぐらいミュートになってるの気づかないで喋ってましたからね。早く気づいてよかった。逆にね。うん。群れからはぐれた羊を捕獲ってどういうことですかね。あいつがはぐれた羊だと分かるんですかね。かぶる、突破、ビアロ村落、はいはいはい、あそこですね。村の中にいるということでしょうか。おお、きれい、この時点で探せる、すごいな。おお、違う違う。特に周りには何も落ちてないで、向かえば住民がいなくなったことで野生化した羊がいるようだ、それを探すんですけど、敵もいるってことですよね。敵にはソ連兵には申し訳ないけど殺傷武器を使っている。なぜ住民がいなくなったことで野生化したヤギがいるようだ。やっぱり羊もヤギもいるんですかね。ラム肉ってどっちでしたっけ。羊かな。ワンちゃんに比べてやはり羊を見ると美味しそうとちょっと思ってしまいますね。変かな。昔なんかシャダラパーの曲で、猫大好きみたいな曲で、あと牛も好き、美味しいからっていう曲があるんですけど、激しく同意しますね。うん。闇雲に探していいんだろうか。敵がとりあえずいるから敵の方に向かってみます。この範囲の中にいるってことだよな。ん？今光ったな。立ってないか、気のせいか。ダイヤモンドが欲しすぎて幻覚が見えている。はい、うわ、いるな。
見えるという判定になっていない。少し嫌な予感がする。足音がする、車の音がする。え、開いた。この音はどうやら会話をしますよみたいな合図のような気がしてるんですよね。違うのかな。ほうほうほう、こっち方向かに車がある。え、これでいいか。こっちにいないよね。こいつらに聞いても羊の位置は分かんないと思うんだけどな。あぶね。喋るんだ。ほうほうほう。どこだ。ならば寝ろ。隠しておきましょう。むやみに回収するのをやめましたね、正直。それで敵に見つかってしまうので、警戒態勢がそこそこあったらもうやっちゃっていいと思うんですけど、警戒態勢の低い時は、うん、お前こっち向いたら殺傷武器でいくぞ。おお、吸い込んだ。いえ、うん、仲間はどこだ。というか捕虜なんていないだろうな。こいつはここで見つからなそうな気がする。あ、いるじゃん。いきなりいたな。はい、なんだよ、ノーヒントかよ。なんだ、運ゲーですねこれ。うん、じゃあスムースに来ましたね。受け取った、あとは任せろ。弾は一発で来ましたね。さてでは、了解、回収する。いつも通りミッションに行きましょう。うん、またいつも通り、アフガン反政府ゲリラからの依頼だ。その地域でソ連軍機関部隊を率いている3人の隊長が一堂に会し、臨時の会合を開くらしい。場所はダウィアロカレ。情報源はアラブ系支援組織が送り込んだボールだから、ゲリラたちにとってはソ連軍の弱体化を狙う千載一遇のチャンス。ここでいいのかな。だが彼らが直接手を出せばモールの存在が疑われる。そこで俺たちに依頼があった。目的は3人の隊長の排除、手段は一切問わないだ。優秀な人材ならば殺すには惜しいが、どうするかはあんたに任せる。頼むぞ。全然聞いてなかった今。皆さんは聞いてくれてればいいんですけど、俺は今全然聞いてなかったと。後でまた確認します。しまったな、完全に別のこと考えてた。そもそもですね、この実況しながらゲームするっていうのはなかなか難儀なものですよね。こう計算づくで喋るとか無理ですね。思ったこと全部言っちゃってますからね。それでいいのかな。
特に消耗とかしてないし欲しいものもないのでスルーでいいんじゃないかなという感じですかね。ちょっと諜報班が新しく設立されているのでいろいろな情報が左側に入るようになってきてますね。 敵の接近を確認とか、なんかこれレベルが上がっていくともっとなんか、多分いろんな情報をもらえるんでしょう。敵の位置が分かったりとかね。なんだこれ、なんだこの位置、登れない。なんじゃそりゃ。そしてこんな潜入任務のスタート地点でピッピッピッって音鳴ってちゃまずいんじゃないのか。よし、さあやってみましょう。メインミッションです。エピソード7、臨時会合を狙え。レッドブラス。ブラスってなんだろうな。あれか、ラッパのことかな。ブラスバンドのブラスみたいなことかな。ダイアロカレーにソ連軍部隊の大将3名が集合する。その3名を全て排除するんだ。手段は問わない。頼むぞボス。各ターゲットの予測経路と集合地点の位置情報は端末に送った。確認してくれ。ウィアロ村落の中隊長排除、シャゴ村落の小隊長排除、枠震度、3つの場所にわたって会合を行うから3人をまとめて排除しろってこと。いやそうですか。まあ、回収とかでいいのしたいとこですけど、難易度的にどうなんだろう。あちらにとりあえず向かうでいいのかな。ここ。あ、なんか、なんかルートがありますね。こう1人目2人目3人目みたいな感じで合流するんじゃないかな。これまとめて排除。そうですか。読みが当たっていたらここのこの違うかな。とりあえずこの拠点を制圧して、なんか一人目が来たら一人目をこう確保みたいなできないかな。一応目的地は黄色の方になってるんだけどな。もしかしたら全然ダメかもしれない。
ダメか。間に合え。あ、ダメだ。いやー、ダメだ。しかも、えい、やっぱりな。悲しい。こんなやり方じゃダメだよな。なるほど、予定変更になってしまいました。これやり直しかな。まだいるし。制圧してしまいましたね。しかしこれはちょっとひどいのでやり直しですね。このまま行ってもいいけどな。どうしようかな。いや、やはりなんでしょう、やり直します。どうしたらいいの。まとめて排除。ダイアロカレーにソ連軍部隊の対象3名が集合する。その3名を全て排除するんだ。手段は問わない。頼むぞボス。まあ手段は問わないって言ってるんで、さっきのでもいいんですけどね。各ターゲットの予測経路と集合地点の位置、あまりにも、あまりにもひどいですね。なんか6人ぐらいいたよな。そっか、これは難しいわ。3人も見てるので、なので、一人おびき出しましょう。こっち来い。これぐらい慎重にやらないとダメなのかもしれないですね。うわ、警戒してるな。やはり情報を聞き出せってことだな。部隊長の一人の位置が割れたようです。上取って見られないかな。見られないといいな。はあ、はあ、はあ、なぜならここに入れたいから。
おっと見られてる。さて、違う違う、ターゲットだ。ダシャゴカレーを拠点にする小隊の部隊長だ。ここに集まってんだやっぱりな、みんな。な、そういうことだ。おっとっとっと、やばいか。うわ、来てるな。方法は任せるか。いやー、なんかそっか、どうしようかな。ターゲットの一人だ。やっぱそういうことだな。見ないで。こうなったらもうこいつは構ってる暇はないな。うるせえ。多分ここで一回止まるってことでしょうかね。はいはいはい。いや忙しいな。うわ、いる。いやー、どうしよう、難しいな。見ないで。追跡する方向で行くかな。あたりを探してみろって、気になりすぎだろ。見ないで、おね。あ、いるな。イエー、回収する。了解だ。うん、うわあ、いつもと違う動きしてますね。違う違う違う、間違えた間違えた、入らないで。おお、え、目の前にいるよね。ああ、ドキドキする。そいつか。顔をしっかり視認してくれ。ターゲットを特定するんだ。いたな、そいつがターゲットだ。当たってた。逃げよう。うわっ、
うわ使っちゃう使っちゃうよ。いや、ダメだ。よし、死ぬなよ。くそー、ダメでしたね。あれ、え、最初のターゲットを回収した。ああ、この調子だ。あと2人、そういうこと。うわー、そういうことか。3人ともいたんだ。えーい、あ、ダメだダメだ。スネーク、無事か？スネーク、今回はここで終わりたいと思います。失礼します。